ゲブビレールは、フランス、グランテスト地域圏、オーラン圏のコミューン。ミュルーズの北西、約 23km、タンの北東約 18km に位置する。ボージュ山脈の麓、フロリバルダニの入り口にあたる。ボージュ山脈最高峰グランバロンは、コミューンの西約 8km にある。ゲブビレールが最古に登場するのは、774年に、 書かれたムルバッハ修道院の寄進証書においてである。その際に記された名は、B 社ジャバンバレアであった。当時は、農地のみであった。中世都市が形成されたのは12世紀、サンデジェ教会とブルクスタール城の周囲である。1270年から1287年の間に、都市を囲む壁が建設された。ムルバッハ公領の首都であるゲブビレールは、 1394年に人口1350人を数え、繁栄した。ムルバッハ修道院によるコミューン支配はフランス革命まで続いた。30年戦争中、スウェーデン軍にケブビレールは征服され、荒らされた。ミュンスター条約の結果1648年にフランス王国領となるが、1657年の人口は176人に過ぎなかった。 19世紀、テキスタイル産業がフロリバルダニに導入され、ゲブビレールは、ミュルーズに次ぐアルザス第二のテキスタイル産業都市となった。羊毛や、面の理念が製造されていた。第二次世界大戦中のゲブビレールは、アルザスロレーヌのタコミューン同様に、ナチスドイツに並行され、1945年2月に、解放された。ありがとうございます。